描いてくれる子は、ハンマーします。なんかハンマー強い。じゃあお手伝いしてくれる子はおるかな？はい。はい。まず俺はハンマーしよう、協力。そうだね。じゃあ行きますよ。はい、やりましょう。これを出てください。僕も広げてください。はい。じゃあハンマーください。はい、了解。打つやつもください。はい、釘をちょうだい。釘もっと持っていく。もうできた。うん、もうちょっと。何でもお手伝いするよ。僕じゃあここに、ここで中入ってからこの棒を持っとって、しっかり支えとって。 OK。 うん、どっちり、どっちり閉じ込めるとかやらんでよ。わかったわかった。これ息とかできるとかある？できるできる、大丈夫、息はできる。息できんかったら死んで。なんで今から広がるよ。広がる。さっき逆手振りやって、こうやって広がる。なんで見てして。ブーブー。釘をもらいます。広がる。なんだそれ。広がる。ここにしてそう、いい場所知ってる。よし、ここやるか。この真ん中にやる。もう一個？もう一個やっとこうね。いや、大人しっかりでやってほしいね。もう手伝わんや。協力してんや。父ちゃん、父ちゃんが協力してって言ってたじゃろ。はい、くっつけるよ。父ちゃん、くっつける？くっつけてもいいよ。父ちゃん、もうできた。できたよね、でも。これとか何なんかね。たらこちゃんって言うの、たらこちゃん。今回の、ね、子供たちの寝床はこんな感じになってます。子供3人と大人1人という感じで、これね、DOD の5人用のワンポールテントなんですが、この通りですね、エアマット入れると4人で精一杯です。まあ、足元にね、1人寝れるっちゃ寝れるかもしれないけど、結構無理があるので、やっぱり4人用でしょうね。これはね、実際使ってみないとね、わからんのですよ。このサイズ感っていうかね、5人使えると思って5人用買うと、実際狭いと。いうようなことになります。ねえ、かいちゃん、ピンポンってあんやん。ピンポン。なんか父ちゃんだね、テントがちっちゃい。ちょっと見てみましょう。ちっちゃちっちゃいね。よし、ということでこれが、今日ね、僕が一人で寝るテントです。初めてまともに張った気がするな、これ。どうこれ、父ちゃんのテント。ええだろ。どっか入るも見えんじゃん。そっから入るよ。見えんじゃん。さあせん。ふ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 ん。ちっちゃい人はどいてください。うん。あ、やば、ここ穴が開いとる。お手伝いしっかりしとるから、ね、めっちゃ痛いけど寝とる。足あ、母ちゃん、ま、ママ母ちゃん、ママって来たの。え、来れたよ。わー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 。どこテントってだっけ、こん中。ママ、後で中入ったらすごいと思うよ。すごいところ。すごいよ。中入ったら見てみたい？どっち方向？左側。こっち？うん。枕のキティちゃん、ママは。そうそう。父ちゃん、チーズ取っていいよ。おいで、ママ。はい。ちゃんちゃんこだ。この穴くらい入れる。この穴。かな？ご飯炊けるまで来たよ、うん、ご飯炊こうね。入れ物できた。あとじゃがいも洗ったね。母ちゃん洗いに行きよう。じゃがいもね、入れた。
これでできる？できるよ。見たい、じゃあ。これでもできるよ。じゃあ、まずね、こっから。大活躍したいの。大活躍した？したいよね。したいよね。あ、大活躍したいってことか。うん、したい、ね。あ、そういうことね。そんなことにしとこうか。次メスキンしようや、メスキン。メスキン俺がやる。俺やる？俺がやる。じゃあ、俺お願いします。まず寝るよね。そうよ。もうちょっと。紙が入っちゃったわ。これ焼いてやるわ。大活躍しますよ。うんこ。ありがとう。よし。はい。打ちそうやね。いいよ。帰ったんだと。じゃあ手で洗っていこうか。手で洗った。そのままで大丈夫よ。止まらんけど水は。よし行きましょう。ガムちゃん。じゃあまずこれからやっていこうか。うんちゃん。ご飯炊かないと。そうじゃあ後でクリアする。クリ。栗持ってきて、え、いいな。たまたまね、あったんよ。え、うん、いいな、もんちゃんも探したい。ね、いいよ。もんちゃん教えて、ね、どこにあるか教えてきていい？いいよ、教えてあげて。もんちゃん来て。3人で協力して探そうや。もんちゃん。おため、とんかちゃんよろしく。はい。ね、見張っとくて。とんかちゃんはね、もんちゃんがいないと悲しむから。じゃあね、とんかちゃん、愛してるよ。えんじ。とりあえず水を入れてからこんな感じで置いておくと、沸騰させてから8分くらいやるんだ。そうだね。かいちゃんが何個か見つけるのか、すごいね、クリ名人だね。かいちゃんね、かいちゃんクリ名人、かいちゃんクリ名人、クリ名人、クリ広いよ、行ったことない。でさっきこの辺しか割と来たね。見て、あった栗が。これ、おじさんに見せてみて、食べれるかどうか。食べれる、これ。ね、でも食べれるよ、ちゃんと。試してみようか。あ、これはこれとか。これ、どれやばい。どう？あー、もんちゃん、見つけた。細いね。ちっちゃいか。ちっちゃいね、ダメや。あ、見つけた。すごいいっぱい取ったね。はい、ありがとう。はい。もんちゃん見て、こんなに取った。この栗の量を見なさい。綺麗な分ばっかりや。うわ、ほんまに綺麗な分ばっかり取ったね。食べれる、これ。青森県火山、火山があるところ。うん、まあ、いろんなところにあるよ。鹿児島県とかにもあるし、青森県、青森県って鬼がおる。鬼、鬼おるかいね。おったっけ。あ、ナマハゲ。うん、ああ。鬼おる？ナマハゲ、青森かいな。青森。秋田じゃなかったっけ？父ちゃん、これってどう、なんなん？塩ご飯炊ける、溶かすやつ？そうそう、後でやるやつ、ね。水色じゃん。じゃあ、どうしようね。じゃあ、まずどうしようかねって言った君。炊き込みご飯するママ、炊き込みご飯先にする？炊き込みご飯をこっちでやって、これが蒸し野菜で、あと何やる？お刺身。あ、ピザマン。あ、ピザマンね。ピザマン。やる？大活躍する？俺も超大活躍する。すぐ僕、向こう行ってくれんと何も映ってないぞ。うわぁ。あれ、この中にあるご飯使った。うん。これはね、別のね、炊き込みご飯ってわかる？あ、わかる。あれを作るけね。うん、父ちゃん、今日は俺が大活躍するんだよ。すごいね、大活躍するね、僕は。醤油これ。醤油。ついにこの土地が来たぜ、俺が醤油かけるぜ。保護産業に。全部？全部かけていいよ。
いろんなところにやるぜ。あ、手でやるしかない。やりにくいよね。え、これをこんなか。ここに2つぐらいやろうか。大きいやつ入れちゃおうや。大きいやつ、うん。それと、お刺身にできた。これ、うん。これぜ。もう一個行こうか。おー、でかい手が映ってます。しかも映ってなかった今。じゃがいもの皮むく人。はい。はい。そこにね、じゃがいもがあるから。かいちゃんはね、何しようかな。じゃがいもの皮を剥いてもらおうかな。何しよう。これ剥いていいですか、もう。はい、どうぞ。で、切らんようにね。じゃあ切ったらどうなる。わかるやん、でも。手を切ったら痛いね。切らんかったら。痛くないとわかる。切らんかったら大丈夫。はい、じゃあ開けてみようか。で、これを先にこうやって。これ、自分で何も用意せんで。これはどうする？あ、いい感じ。これだけでいいですよ。うん。髪がついとったらいけない。じゃあ乗せてみる？あ、それは乗るかもしれない。乗った？よし。あと一個？じゃあ何をするかっていうと、これをこの上に乗せるってこと？そうそう、乗せるんだけど、乗せる前に。これ。なんか火がつくやつ？火がつくやつ。これ真ん中に置いて。これ剥く？え、このまんま。ビューラーがちょっとあれかもしれない。え、これでいいし。そうそうそう。え、ここでちょっとこれでやるんですか。ここに置いて、そしたら今度これやるけね。火つけてもいい？いいよ。ママやっと来たね。ごめんね。いいよ。おう。やっとついたわ。大好きだけ。そしたらこれを乗せてください。父ちゃんまだおらんかったら、父ちゃんがでしか料理作れなかったの。そうそう。で、蓋をしとくけね。で、この火が消えるまでちょっと待っとこうね。よう頑張ったじゃん、僕。ねえ、大活躍、うん、大活躍したよ。めっちゃ大活躍。うん、ありがとう。ムンちゃんもね、すごいよ。カイチの時めっちゃ回ってる。うん、わかった。いけるね。うん、あの目から行く。あ、行きます。お腹すいた。お腹すいたよね。汁ご飯とか。カチン、じゃがいもどんどんと入れていい？いいよ。何入れたの？野菜全部。はい。パッと。ここに。開けてあげようか。よいしょ、かける？中の蓋もあるけど。中に何だか。あれだ。おー、すごい。美味しそう。美味しそう。では、いただきます。ちっちゃくされてる。ちょっと食べよう。じゃあ、刺身でも食べようか。うん。ラーメンとか買ってくれよかったね。カップラーメン。あー、ラーメンね。あー、けんかったごめん。もう盛り付かれてめんどくさいよ。どう、美味しい？いやいや、美味しい。でも寒いな。みんなまだ上持ってきとるけね。寒くなってるけ。もんちゃん寒いんじゃない？それちょっと薄着じゃけ。うちだるまビオって知っとる？コーンスープ忘れたのか。ねえ、コーンスープ忘れたのが悔やまれるね。うん、めっちゃ美味しそうやん、これ。もんちゃんもなんか。じゃがいも食べる？バターで食べてたんだ。あ、そっか。閉まるやつ。醤油がまだあったかいね。ねえ、母ちゃん、閉まるやつ。醤油2つあったかな。今日は贅沢やね。贅沢やね。でもまだ、まだするかもしれない、そうすけ。あ、する。いや。一日がする。できた、できた。そして蓋が閉まる。オッケー。ちょっとだけ。しまった。よし、引っ張ってくれ。これ、うん、ずっと。じゃあ、行ってみます。よいしょ。あ、どう？美味しそう。わあ、美味しそう。やけてる？うん。冬みたいで寒い。冬みたいで寒いね。もう近くになってきたけ、12時に。12月になってきたけ。
おいしい、父ちゃん。うん。よし、じゃあ行きます。はい、よいしょ。うわ、バターめっちゃいってしまった。まあ、ええか。うん、行ってしまったのはしょうがない。そうだね、足すことはできても引くことはできんけどね。バターだよ。え、ちょっとかっこいい感じでね。かっこよかったよ、今の。今の普通だった。お肉ちょっと高いだった。厳しいな。普通ではないけど、かっこよくはなかった。かっこいいけどさ。さっきお菓子は？なんかこの火がもったいないね。これ食べる。じゃあこれ食べる人。はい、はい、はい、待っていい？はい、あったかい。食べるこれ。暑いよ。まだ冷たい？なんか大丈夫？美味しそうだね。赤ちゃんこれ食べれる？それ食べれん。髪は食べれん。髪ヘイで。大丈夫。食べてね。いや食べていい。ゴミ赤ちゃん預けとくって。ゴミ子飲めたら雇って。なんかできんかったね。よしよし。なんかつるつるやね。うん？それこれ初めて食べたやつ。大好きなんよ。どう、美味しい？このやつお気に入りなんよ、このやつ。あ、そのおやつ？お気に入り。なんかあんまり美味しくない。あんまり美味しくない。いや、やめとく。それまだ中まで到達してないわ。おやつ、おやつ、甘いもの、おやつよ。貸してん？これはうまい？お肉が入ってる、うん、おいしいもん、ちゃん、うん、中はこんな感じよ。美味しそうじゃないか。美味しい？ねえ、適当に切ろうか。じゃあ美味しいでしょ。食べてもらう。お肉だけ。あ、これちょっと捨てよう。あんまやすぎたらチョコがなくなるからな。多くなさけ。じゃあ、こすってます。タバコ吸ってない、臭い。見せて。タバコ吸ってないじゃん、見せて、うん。トッキーじゃん。タバコ噛みました。こうやって伸びるよ。舐めようでじゃん。汚ねぇ。指もよく拭いてよ。バブちゃんじゃん。バブちゃんって言った方がバブちゃんや。バブちゃんがバブちゃんや。そこゴミあるじゃん。同じの人、大人、子供、どっちなん？僕これも、この辺もちょっと捨てとってくれる？これとか。父ちゃんが捨てて。自分のものは自分で捨てて。はい。違う音楽の友達ってね。かわいい。あげあげです。あげあげですって言える。レオンちゃん、人用だけ。レオンちゃん、あのさ、父ちゃんのペンタッチ取ってない？全部によって取って取って。取ってるるるるるじゃん。目がじゃん。3つあって1個が酸っぱいよね。あ、絶対これじゃ。これしかない。ブタンメンが取ってしまう。ママ1位やん、まだ。え、よっちゃん、OK よ。考えて結構勝った人、二人勝った人はご褒美あげます。ご褒美。あ、美味しい。甘い。うま。え、じゃあ3人ともご褒美ってこと？そんなに味が酸っぱくないんかね。じゃあ、なんかやる。じゃあ、ご褒美あげようかな。ご褒美。みんな勝ったからな。ね、なんか怪しいね。ちょっとなんか怪しい。そうっす。じゃあ行くよ。酸っぱかった人。美味しかった人。普通の人。はい。普通だった人。うん？なんで？何やって。本当はさ、酸っぱかった。酸っぱかった。ゲーム。うん。ポンちゃんとポンちゃんご褒美あげる。ねえ、これダメ。ねえ、取ってないよ、カエちゃん。はい。
礼したっけ。失礼、失礼です。失礼です。はい、いいよ、あと1枚。よっしゃあ、すげえ。1番じゃん。すごいすごいすごい。父ちゃん見ていい？ずるする。わかんねえ。わかんねえ。父ちゃん見させて。あ、ちょっとちょっと待って。父ちゃんやっぱあれ持っとる。恥ずかしい。6番持ったね。持つよ。家の断捨離した。いや、年末はねやりたいよね、マジで。もうなんか物が多すぎて可愛くしてきたよ。可愛い。母ちゃんの声、母ちゃんの声、母ちゃんの声。朝ごはん食べたい。食べる？いいよ。なんか手紙があるの、それ。読んでみる？1号4号くんへ、いつもありがとう、大好きだよ。ずっとミーたちは大好きなんだって。また一緒に遊ぼうね、ミーより。ってなんか顔が書いてある。人形同士の手紙があったんだね。なるほどね。ねえねえ、僕たち覚えてる？覚えてます。60、覚えてる？今度みんなお手伝いしてくれる？覚えてるかな。いや、わっせ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 。